20-0628日曜日1438いがらしです。いがらしラジオを略していがらし。今日は自宅におります。何をしているか。作ってますだけじゃわかんないか。いや、サブベースまだちょっとマスターしきれてないんで、ちょっとねやってみようかなと思って、 BPM120、 まあおなじみの120なんですけど、それでやってます。まあ踊ってくれればいいかなっていう感じもしてるんですけど、ちょっとねこれちょっとね間抜けすぎる。可愛いけど、ちょっとね、ちょっと DTM 女子感も。あとね、ゴーストノートも入れたいんですよね。どうしたらいいかな。ここで四つ打ちをこう入れてみたらどうなのかなともちょっと思い始めてはいるんだけれども、伸ばすのが好きじゃないな。2倍に伸ばしてみたらどうなんだ。音程が で、ドラムはちょっと女子っぽさというか、基本女の子テクノにしたいんで、女子テクノにしたいんで、
完全に玉露モードにはなってんだけどな。あ、でもどうしようかな。8ビットキック8ビットキックやってみようか。で今 AI をかけたんだけど、音がやっぱ上品になるな。ちょっとなんか女子テクの感がないからやめましょう。でベースが言うてうざいんで、みたいな感じで裏打ちでいけばいいんだけどね。でちょっとさっき覚えた、ものをちょっとやりたいなと思ってて、イコライザーでマッチ EQ っていうマッチイコライザーっていうのがあって、こんな雰囲気にしたいなっていう、なんつうんだよな、美容院に行ってファッション雑誌持ってて、この人みたいな髪型にしてくれませんか、あいよーみたいな、そういうこの曲みたいな EQ のバランスにしてくれませんか、あいよーみたいな EQ があるのを最近っていうかちょっと前に知ったんですよ。もう2011年とか2012年ぐらいにはあった EQ らしいんですけど、で、その EQ を今立ち上げました。そして今はドラムとベースなんだけど、まずどんな曲にしたいのか、ピンクノイズです。ピンクノイズをリファレンスして、この EQ に、してもらおうと、思っております。ピンクノイズこれ
リファレンスに取り込みます。すぐ来た。で、この、よいしょ、テンプレートの、EQ カーブ。リファレンスの、EQ カーブで、今の現状の音、学習させます。で、すると全然ダメだな。はい、完全にこれ全体のあれとしてやらないとやっぱダメなんだね、うん、ピンクノイズは失敗に終わりました。なるほどね。だとしたらまあしゃあないな。爽やかな青い、このループを入れましょう。自分はループは手作りです。自分の作った楽曲のパラウトの音しか使いません。アルペジエーターとかフリーループとかが大嫌いなんだよね。楽しちゃいかんよ。
可愛くしてもいいか。もう少し音変えようかな。コーラスかけようかな。うん。ああ、そうか。さあ次の音を足していこう。まずいか入れちゃおうかな。さすがに、これちょっと行ってみようかな。
感じ。で、これって、ミリで打っていきましょう。どうしようかな。コードネーム魚の名前にしたい。グリーニングフィッシュにしちゃおうかな。ドゥブドゥンっていうのがすごい間抜けっぽい。少しはグループさせないとね。でもなんかあれだね、おっさんが無理してなんか可愛く女子っぽく作っているような感じで、まんまそのまんまになってきているような気がする。かといってこれおっさんが立ってこれをやったとしても、なんかペラペラヘラヘラヒラヒラしたような感じがするんだよな。まあそこはこの後、これからちょっとあの FM 音源をサンプリングした、いつも使ってる音と
普通のピアノの音を混ぜようかと思ってます。あとアコースティックギターの音かな、今の、感覚では。これがね TX81 のデジタルアナログ。っていうのやだ。Thank you.
モノラルから消しとこうか。ああ、でもどうだろう。一緒か。いや、いらないかな。エンベロープはかけちゃおうかな。
かってますよ。ピモシューがしてきたような気がする。で、RX17を入れていきましょう。ゆっくり気味のダウンビートみたいな感じでいいかもしれないけどな。初期 RX17 第1号機いきましょう。突撃。
していきます。ズダーンと。やりすぎた。
そろいいんじゃねえのとは思うんだけど、どうなんだろう。マッチ EQ。ピンクノイズが取り出しづらいとこに行っちゃったな。全然使えねえな。いらん。
な。ここちょっと徹底的に。どうだ。うわThank you.
ベースがベースじゃなくなってきてんだよな。低音がぶつかる。上げるか。
31か。人生性が28-1-32からか。くだらない、まあ、つまらんものを作ってしまった。一回はやるんだよね、こういうこと。一回はやらかすんだよね、絶対。うるさい。はい、一旦終了しましょうか。裏目になんか EQ 挟んじゃった状態にしちゃったな。した方が音は太くなるのかな。まあいいや。はい、一旦終了いたします。はい、で、ファイルの方は16になったんで、4時か。これまた寝ようかな。体調あんま良くないんだよな。一回ちょっと確認取ってみようか。あまりいい感じじゃないんだよな。最初の絵はどこ行ったって感じもあるんだけどね。サブウェイですから。
まだ可愛い感じだったんだよね。そういうことか。だとしたら、こういうことね。もう一回やり直しましょう。でまあひとまずこれで終わりにしましょうか。でちょっと反省会をいたしましょう。大根おろしが食べたい。てか大根買ってきたんだけどおろすのがめんどくさいという。まあおろさなきゃいかんけどね。もう一回聞いてみていい？大体こういうの作るとね、あれなんだよね。大体反省で終わるんだよな。
まあ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 、良くも悪くもない。いやー、まあまあ1分バージョンをかけながら、パラアウトのミックスダウン、この後オフにしたらやりますか。はい、ひとまずでした。それではまたお会いしましょう。 See you.